こんにちは、工場長です。今日はハロウィンに向けてかぼちゃプリンを作ってみました。100均に売っているプリンの素を使うので、とってもお手軽、簡単に作れます。よかったら参考にしてみてください。ハロウィンシリーズの動画はお菓子作りの他にも飾りなどの DIY 動画も出しているので、そちらの方もチェックしてくれると嬉しいです。そして最新の動画に気づきやすいようにチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではプリン作りスタートします。まずはかぼちゃ 80g を用意して皮を剥きます。剥き終わったら熱が通りやすくなるよう適当な大きさに切り、耐熱容器に移します。続いてかぼちゃ 40g 用意し、皮は剥かずにサイコロ状に切っていきます。切り終わったらかぼちゃの皮を少し残すように剥いていきます。全部剥いてもいいですが、緑が少し残っていた方が色合いが綺麗になります。緑を残したかぼちゃをさっき剥いたかぼちゃの上にのせて大さじ1の牛乳を入れます。そしてラップをし、電子レンジ600ワットで2分間加熱します。加熱が終わったら上にのせた皮付きのかぼちゃを別の器に移しておきます。そして 80g の皮を剥いたかぼちゃは裏ごしにかけます。続いてプリンの素を使います。プリンの素をボウルに移して熱湯 150cc で溶かしていきます。やけどしないように気をつけてください。その中に裏ごししたかぼちゃを入れてよく混ぜます。かぼちゃが馴染んできたら牛乳を 150cc 加えてさらによく混ぜ合わせます。そうしたらプリンを流し込みたいカップをセッティングします。カップの中に皮付きのかぼちゃを適当な個数、だいたい3個から4個ぐらい入れていきます。次にプリンの液体を流し込みます。ラップをして冷蔵庫で2時間ほど冷やします。続いてプリンの素についてくる粉でカラメルを作ります。粉を容器に入れて大さじ1の水で溶いたら完成です。プリンが固まったらカラメルをかけて、あっという間にかぼちゃプリンの出来上がりです。うん、美味しい。いただきます。はい、おいしい。おいしい、うん、プレゼント用にもいいね。食べなさい、いやしんぼいらねえな、食べなくていいんだよ。かぼちゃプリン、かぼちゃプリン見て。 あら、なんだかいさげでしょ。いさげ、よさげ。あ、よさげでしょ。はい、おいしい。うん、かぼちゃの味もするわ。あ、プリンだ。あ、いいんだ。うん、この普通のプリンにこのかぼちゃがアクセントだ。あ、おいしい。いいね、かぼちゃの粒入ってる。あ、おいしい。これは評判いい。評判いい。おという感じで、今回はかぼちゃプリンを作ってみました。プリンの素を使って作るので、簡単にしかもお手軽にできるかと思います。かぼちゃの味もしっかりしていて、底の方に入れた固形のままのかぼちゃの食感も楽しめるので、よかったら試してみてください。そして過去にもハロウィン動画いろいろと出しているので、そちらの方もチェックしてくれると嬉しいです。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。